皆さんこんにちは。今回の動画は来週発売のブルーロック単行本24巻で日和が表紙を飾るということで、日和について特集していこうと思います。この動画を最後まで見ていただいた方は高評価よろしくお願いします。アンダー20戦を経験しているブルーロックのメンツの中では唯一のランキング圏外。一体日和はいつ試合に出場できるのか、ぜひ最後までご覧ください。日和は高校2年生、3次セレクションから本格的に登場。高精度なパスやボールキープを得意とする選手で、潔と一緒にプレーした3次セレクションでは相手の動きを読み、自チームにギリギリ有利な位置に向けてパスを出している印象。またこの3次セレクションでは異彩覚醒のための起爆剤となるアドバイス、感謝。日和は生粋のゲーマーということで、ゲーマーならではの視点や考え方で感謝について解説。このように分析能力も非常に高い一面を持っています。ちなみにサッカーを始めるきっかけを作ってくれた両親は少し訳あり、両の両親は共に元スポーツ選手、父柔道選手、母陸上選手。しかし2人とも現役時代は2位止まりという成績、全日本銀メダリスト、走り高跳び日本2位。なので陽の両親は1位になれなかった無念を晴らすために、結婚並びに陽を産み、陽にはトップアスリートになってもらうためにサッカーを用いた英才教育を導入。また英才教育の他に陽の両親が決めていたこと、陽が世界一にならなかったら離婚。幼い頃この事実を知った陽は、当初は両親が喜んでくれるからサッカーをやっていましたが、自分が世界一の選手になれば家族がバラバラにならないで済む、このようにサッカーをする理由が変更。またゲームやユース時代のチームメイトカラスと話していく中で考え方も変更。サッカーが嫌いになり、両親がいる家にも帰りたくなくなった。ちなみに陽はユース時代バンビ大阪というガンバ大阪のオマージュチームでプレー。そんなバンビ大阪でプレーしていたよう、先ほど名前を挙げた先輩でもあるカラスからこんな評価をもらっていました。両親がスポーツ選手ということで持って生まれた身体能力、またこの身体能力と英才教育の影響で研ぎ澄まされたボールタッチ、これに加えサッカー IQ も非凡だが、最後の最後ゴール前での執念がボン。心と体がずれてプレーしているとカラスからアドバイスをもらっていました。ここでのポイントではブルーロックプロジェクトに参加してからの活躍まとめ。現時点で1次セレクションの情報がないため、2次セレクションから確認していきます。2次セレクションではファーストステージ対ブルーロックマン、90分間で100ゴールを決めるというお題に対して27番目にクリア。その後誰と組みサードステージに進んだのか、また他のステージではどんな活躍をしどんなチームと対戦したのか不明でしたが、ニコ石狩、日和、サラマダラ西岡、日和を含めた計5名で5番目にクリアし、2位セレクションを突破しています。ちなみに余談ですが、青森のメッシュこと西岡は世界選抜戦で負傷したため、2位セレクション突破シーンには登場していません。3次セレクションでは2位セレクションの成績からトップ6入りできなかったということで、凛や指導がいるチーム A を選択。日和は1試合目に行われた A1 対 B1 戦に出場。試合の方では的確なパスを送りチームの勝利に貢献。日和としては良いアピールができた。3次セレクションの結果、アンダー20戦で日和はスタメンを逃しましたが、残り12名の枠に入りベンチ入り成功。また交代枠の3枚のうち1枚を日和に使用。アンダー20、シドン同点ゴールで2対2になったところで日和ピッチに君臨。ちぎりがベンチに下がるということで、元谷をライトサイドバックにし、日和をライトウィングに。ちなみにニコも交代、日和と一緒にレオンピッチに君臨。
試合の方では元チームメイトであるカラスとコンビプレーを披露したり、ゴールには直結しませんでしたが、持ち前の高精度のパスで敵陣へ。なおその後ディオリはバロー投入によりライトサイドバックへ。ライトサイドバックでは3対3と同点で迎えた残り2分、ルーズボールを拾ったヒヨリは誰にパスを出すのか考えている間にフローに入ったリンにボールを奪われ、ヒヨリとしてのアンダー20戦終了。ちなみにチームの方は潔の決勝ゴールで4対3、ブルーロックイレブンが勝利しています。最終セレクションでヒヨリはバスタードミュンヘン、ノエル・ノアが指揮を務めるドイツを選択。なぜヒヨリはドイツを選択したのか。ヒヨリはここまでアンダー20日本代表に向けて3次セレクション潔と絡み活躍、また潔覚醒の立役者、アンダー20戦ライトウィングやライトサイドバックで起用。このようにヒヨリはアンダー20日本代表の階段を順調に登っていましたが、今回の最終セレクション第4戦目を終えて今で出場なし。ムッシュとしては第5戦目であるユーバース戦、この試合からスタメンで起用されると思っていましたが、ノアはヒヨリではなく単行本23巻で表紙を飾ったライチを起用。動画冒頭でも話しましたが、要はアンダー20戦を経験しているブルーロックのメンツの中では唯一のランキング圏外。ここで主が考えるヒヨリ要現在の立ち位置からアンダー20日本代表になるまでのプラン。第5戦目となるユーバース戦、なんだかんだ日和は第1戦目の潔のように途中出場、あわよくば活躍。活躍プランとしてはチーム潔に加入し潔のゴールに貢献、また第5戦目で起用されなかったとしても最終戦となるパリエクスジェン戦、このパリエクスジェンにはユース時代同じチームでプレーしたカラスが在籍。日和はこのカラスから刺激をもらい覚醒。ユース時代カラスから言われていましたが、最後の最後ゴール前での執念がボン、このボンを最終戦で回収。最後の最後ゴール前での執念を見せアシスト、それともシュート、ニューヒヨリ誕生。第4戦目を終えたブルーロックランキング、現状の入札状況からゴールを決めていなくても一撃4000万、また試合を重ねるごとに入札額はインフレ状態。たとえ最終戦での新規入札でも活躍次第では上位に食い込めるような入札があるかなと思っています。このように要は最後の最後でブルーロックランキングアンダー20日本代表のボーダーラインまで食い込み日本代表に。以上、今回は日和を特集していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。